これから復活記念スペシャル初代グルメトラスを始める。ルール説明します。1つ5店舗早食いしたやつが優勝。2つメニューはあらかじめ決めてあります。3つ移動は基本徒歩のみはなくなりました。4つ1人迷惑をかけない。準備体操を始める。屈伸1、2、3、新脚1、2、3、4。あっ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 。はい、ということで、この企画もね、やはり皆さん大してると思いますので来ました、はい、初代ですよ、初代ルーレットがないやつですから、もうガチのキャパ勝負。そして当時僕らは18歳だったので、まああと食べ盛りの時期で、メニューもね、えぐいんですよ。あの合計カロリー4200とか200ぐらいだ。おなんで俺ら当時できた。いや、そうなんよ、曇りってのが一発目から重すぎるよ、バカだもん。全員乾燥してたからね。そうだ、ここすごいところだよね。もう今じゃ食べきれるかわからない。ただ、まあないと思いますけど、ゲロった場合は失格ということで。はい、ただね、競技ですから。競技ですから。言語道断です。言語道断です。言ったろ、言ったな、言ったら。お前だぞ、一番危ないの。あ、これ一回目、初代はね、ハヤトの部屋だったんですけど、ハヤト君も家がないんで、今回はあの芝、庭でやっていきたいと思います。運動会かなっていいね。いいね。食べ終わったやつから、次の店舗に行きますんで、ビリの人が最後、このカメラとか置いてくんでね、ちょっとビリの人は不利です。そうだよ、ビリなのに不利。じゃあいきますよ。はい、昨年復活記念、初代トライアスロン、よーいスタート。いただきま す。うわっ、うめ。やべ、3年のブラックで噛むスピードが遅くなってる。卵欲しい。あー、そうか。うん、はい、完食です。お疲れ様でした。お先です、しょうちゃんでした。あー、ということで、好調なスタートを切れました。当時もね、こんな感じで走ってましたね。しゃー、行くぞ。はい、ごちそうさまでした。やばい、間に合わない。お邪魔しました。はい、出ました。待って、バカだわ、なんで俺らできたの、こんなエグいやつ。え、この腹で行くのやべえって。え、ガチしんどいんだけど、こっからドーナツまた4個入れるの。冗談じゃねえよ、もう。翔ちゃん、多分俺より1分2分ぐらい早く行ってたんで、なるべく追いつこう。この定番の状況だが、今回は違うということですね。その後よいしょ。まあ同時といったところでしょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はいはいはい、参ります、参ります、いただきます。あばよ。なんでそっち行くの。そっか、ミストか。めっちゃ駅行くつもりだった俺。このトライアスロンの全てを担うこのダッシュが始まりました。さあ皆さん、走って走って、さあ黄色組さん頑張ってください。さあ海老原選手頑張ってください。ちょっともうきついかも。待って、腹じゃなくて喫煙者にはきついです。あばよ、俺は行ってるレースで行くぜ。しゅる。そう、僕というものがそもそもが昔からですね、まあ陸上部だったんですが、その中でも僕がダントツ長距離ではやべえけど、体力がないで有名でしたね。はい、きついよ。なんか、あいつ反対方向走ってってんだけど、なんで。やーべ、財布落とした。いや、一番予想してなかった、財布落としたガチでありえねえ。ということで、到着しました、ミスド、ミスタードーナツです。じゃあ、店内で買ってきます。よし、ミスタードーナツ着きました。はい、ミスド、待って、父ちゃんいる、翔ちゃん中に、何やった。さあ、来たぞ。あいつまだ買ってるだけチャンス。はい、ということで、買ってきました、4つです。いただきます、ポンデリング。うまっ。もう2個ぐらい食ってんちゃうの。え、うん、ちゃんと駐車場の端っこで撮ってますから。ここにドーナツはバカだって。大バカです。大バカだよな。うん、ポンデリング、いただきます。こっから駅までダッシュはやばい、本当に死ぬ。どっち選ぶんだよ。夢里で。なんでだよ。夢里の方が気分的に、想像するだけで気持ち悪くなってきた。今後が味噌の乗り越えたらでかい。まあ、2つなのリッチマックなんだよ。わっ、やっぱ3着あいつか。エビは、エビね。あいつ
なんか落とし物した可能性がある。あれ、うわ今食わんのかも。行くぜ、バイバーイ。えぐいえぐい、マジでえぐい。行くぞ、今回は優勝待ち受けます。財布なくし、道をたどった結果、そこには何の痕跡もなく、また今走ってきた道を走り返しています。まあ、財布が消えたことは別にそんなデメリットではないんですけど、この企画中に食べるものが全て電子マネーで買えるのかにかかっております。エビ君の運命は、いただきます。バイバイ。俺もう完全に食い終わってると思ってたから、ラッキー。エンドフリー。うん、よし、残りエンゼル。ああ、変には。お前とってバリオじゃないと思われます。そうなんだけど。そうなんよ。よっしゃ、ベネコネが終わり。あんまミスない。あ、そうだ。言うの忘れてた。この客終わったらお前に言ったことがあった。その時言うわ。もう二度と会えないやつや。あいつ死ぬぞ。よし、超えました。一番でかいとこ超えました。こっからが駅まで走らないといけないです。で、僕は野田市駅か梅里駅なんで、俺梅里駅に行きます。エビ大丈夫か。前でのたれ死んでないか。あ、いた、エビ発見した。いました、いました、エビでしょ。走っております。エビでしょ、走っておりますね。頑張れよ。シン、フ、ミ、ヨ、カ、ミ、ト。ここでね、よく噛むことによって家の負担を減らします。ラストゴールデンチョコレート。訳を聞こうか。わけを聞くと、財布落とした。2000円譲渡しておこう。あじゃし。いやいやいや、その精神状態によく入れるなお前。よいしょ、これないです。大丈夫、これは予定通り、時間かかってもいいかもしれない。向かいます。さっきの話の続き、こっから梅里駅まで600メートルぐらいかな。まだ少々に追いつけるよ。そんで次がサーティワンですね。サーティワンアイス3種類選べるんですけど、味をその組み合わせがね、またあったおかなんですよね。食べ合わせが俺ね、甘いしょっぱいとか挟むとね、来ちゃうんですよね、体に。そんなこと言うておりますけど、意地でも王冠を手にしたいので、今日で頑張りたいと思います。梅里駅に着きます。よっしゃ、あと3分で電車来る。梅里駅です。直人インティライムさんが来てました。とりあえず電車は間に合いました。もう誰かが説明してるかもしれませんがね、この地点からですと野田市駅っていう駅と梅里駅っていう2つの駅があるわけですわ。だから大体距離は同じなんだけど、道の形とかそういうのもありまして、好みが分かれるんですわ。今回に関してはちょっと梅里駅っていう、あっち側にこれから向かう大高の森に一駅近いんで、そこの特はあるわけですわ。こっちで俺は行きたいと思います。ここであと怖いのはバーガーですね。バーガーセット、あれが一番難所。多分今翔ちゃんついて乗り始めたとこかなと思う。でタカはまだ歩いてる。はい、ということで、あ、もう一度ドーナツ買ってきました。はい、まずは梅大好きなポニーに買います。4つって思えな、俺ずっと3つだと思ってたわけで、キャパなら全然相手だと腫れてるんだよな。多分スピードなんだよな。俺はスピードが欲しい。吹雪しようになりたい。風になりたいよ。あ、やべえ、アドレナリンビンビンなんだけど。財布をなくした時点で結構いろいろどうでもよくなっちゃってる、はい、全てを失ったと言っても過言ではない。だが一つ手放さなかったものがある。それはカメラ、 YouTube 魂ということで、もうアニメ的演出でね、今回の僕動画はね、僕がもうキレキレで一番は2店舗目ミスタードーナツ、ごちそうさまでした。次は大阪ですね。駅まで行かないといけないんで、今ハイテクの力はミスを行ったよりもはるかに遠い距離歩かないといけないですよね。はい、ということで梅里駅着きました。あと5分後くらいに電車来るんで全然余裕ですね。でホームに翔ちゃんがいれば一番嬉しいんですけど、なんちゃいなそうっすね。はい、流山大高の森に到着しました。電車で少し休めたからね、それは良かったけど、とりあえずサーティワン向かいます。まあですね、悪天復活してからもういろんな動画をもう撮ってあるんですよ。まあその間でいろんなね、もう大食いしたりとか、食器生活結構ぶっ壊れてて、撮影しない時ではあいつらとラーメン行ったりとかして、でね、もう口が荒れてるんですよね。もうなんか、まあ、赤くなっちゃってるんですよ。でもドーナツのかけらが落ちてた。
セクシー。多分赤くなっちゃってね、多分ねこのままだとねもう1年後ぐらいにはねもうあの顔がもう、ま、真っ赤になっちゃって、もうトマトも俺リコピンになってるよ。もうリコピンの妖精。さあ妖精さん皆さん、はい、ということで3つトリプルポップでマスクメロンとか購入できました。ちょっと寒いんだけどね、今体が熱いから外で食べようかなと思います。ということで今や大高は座れる場所をいっぱい設けてくれてるんで YouTuber に優しい。一応 LINE の方で3人に煽り写真送っておきました。いただきます。うまっ。電車をギリギリに乗れたことで少なからず10分は巻いてるんで、多分ね早くとエビはおでんに落ちてないんですよ。アクセンターズって言います。 YouTube やってます。5年も経つとさ、当時よりコミュ力が上がったわけですよ。だからね、声かけられてもなんてことないです。はい、着きました。翔ちゃんがね、多分もういるんですよ、外に。はい、大高続いて31ですね。やばい、もう多分正気が食べ終わってる臭いんで、もうアイス食べれるキャパ回復したんで速攻食べたいと思います。31着きました。ないですよね、翔ちゃんがないんで食べます。さあ、ようやくだ。この間結構な早歩き、もう今日ぐらいで、動き続けてですね、無事に胃が回復しました。頑張ります。はい、ゲット。トリプルポップ、マスクメガン、チョコレート、クッキー&バリラ、トラクーツですね。私はハラウィでございます。とりあえずショウちゃんが見つかないと。おっとっと、いや今視聴者の皆さんこう思いましたね。エビなんで歩いてるの。いやまあわかりますよ。あと申し訳ありません。あと電車が3分かな。この電車ですね。あ、やばい。梅里駅です。着きました。電車に乗れると思ってます。食べ終わっちゃったよ。完食です。結局彼らには会えませんでした。はい、ということでマックに向かっていきたいと思います。まあ、もうすっかりね走る気力がなくなりました。まあ、こっからね言うと距離近いんですよ。マックまで歩いてマック買って公園で食ってスタバに戻ってスタバ飲み切って終わりなんで、結構余裕っちゃ余裕なんですよね。距離で言ったら意外と言えば大丈夫ですよ。全然。ただビッグマックセットっすよ。恐ろしいっしょ。カメラにも慣れちまったもんだな。当時よそよそしかったな。はい、じゃあ食べます。ここならねエビとハエテが来たら分かるんで。翔ちゃんの姿がないんでもうマック行きましたね。翔ちゃんは。さあ大高着きました。翔ちゃんが俺はここにいるぞっていう画像をね上げてきてたところがここのすぐ下のところなんですけど、ちょっとこっからじゃ見えないっぽいな。はい、ということで大高着きました。はい、お前早いやん。ちなみにそこにいます。ハヤテだ。ハヤテがいました。あ、エビもいる。はい、いますね。エビとハヤテやっぱ一緒なんすね、ずっと。だがみんなここでいつも通りと思ってるでしょ。翔ちゃんが1位取ると思ってるでしょ。そりゃつまんないんですよ。ここからが勝負です。なんとキャパがね、なんと回復して、ビッグマックセットなら軽々しく入るぐらいのところです。たぶん翔ちゃん、バック向かいましょう。バック到着しました。昔よくね、ここでいろいろ撮ったりしましたね。面白かったけど、クソみたいな動画ですよ、どれも。行きましょう。会えたよ。どうしたあいつだ。張り合いがないんですけど。まさか全員してモッツ行ってるとかじゃないでしょうね。ここでね、だいたいタクトすれ違うとかよくあったんだけどね。ちょっとなんか、誰か来そうだからさ、回しとくわ。トラソンってさ、勝ち負け巻くじゃん。マジでテンション上がっちゃってさ、周りの目が気にならなくなる。髪外さないように気をつけないと。よし。じゃあ今回も優雅にベンチで食べますか。すごい、めっちゃ早くね。あの梅里まで20歳超え初めての長官です。え、俺と同じ電車だったんですか。あ、お前も梅里。そう、まあ、いたんや。お前も梅里が。お前、いやでもまだ巻き返してますね。あいつらには。ちょっと俺らこんなぐらい。え、正気キャパが楽じゃん。もう完全にした。はい、31着きました。今から買っていきたいと思います。こんにちは。はい、ということでコカコーラM、ポテトの M、 ビッグマック。俺さ、もしかしてこのタイミングに見せられた。これでまだ野田にいたらびっくりだよね。とマック後で食うわ。あっマックじゃねえや、バーガーは後で食べるわ。ポテトから食べます。いただきます。あ、もう美味しい。お食べるわ。はい、いいね、熱くなってきたじゃん。クワルドマクナルド好きだ。はい、ビッグマックセットゲットです。天気がいいので、あのでけえ公園で食います。多分そこに翔ちゃんがいると思うんだよね、まだ食っているのならば。
いや、あれ翔ちゃんじゃね。あ、翔ちゃんいたわ。よし、急ごう。俺、追いついたぞ。うわー、翔ちゃん、いいじゃないですか。よっしゃー。俺はここ、ここに行く。やってみろよ。このままじゃ再放送だから。いただきます、はい、俺はビッグマックから行くぜ。マジここまで再放送だからね。エビット入ってる大高で合流なんてやらずだと思われるわ。前回やらずだな。前回やらずじゃねえわ。ただすごいことで俺はまた今回腹痛くなっていいんだ。でかいな、奇跡。はい、ということで31買ってきました。まあアイスといえば俺じゃないですかね。まあ俺の先輩特許みたいな。3つミックスしたらもうまずいんだけど。3つミックスしたらさあ、ということでクッキー&クリームチョコレートバスクメロンいただきます。デリベリーストロベリーなら俺の土俵なのに。ゴチです。ジャネハイト君、おっさっきさてさてと、なぜ俺がこんなに落ち着いて余裕ぶっこいてやられた。そうです、1回目のトライアスロンにおいて俺だけに許された必殺の奥義があるんですが、じゃあ向かいましょうか。はい、ということで続いてはマックですね。これ一番きついですよ。でもこれ乗り越えれば正味、あとはスタバのベンディだけなんで。ベンディは俺の得意かなみたいな。まあちょっと猫はダークモカフレッシュ飲み物っていうマインドにはね、もうよっちょですよ。あ、ベンディがまずダークモカジップっていうところにセンスね。ジャンベルフラペチーノにしろよ。か、抹茶。ビッグマック割り。おーもよし、ポテトだ。え、なに、お前が好きなのか。ヘビだ。行ったね。ヘビです。ちゃんと走ってる、ね、頑張って頑張って。え、待って、早くさ、やってる。まさか、いや打ち合わせは俺らはしてない。うん、言ってる人ある。え、だとしたらさ、再現として、いや、まあ、あんまりこっちもびっくりしてない。そう、そうなんじゃない。いや、別に俺は怒んないよ。俺も怒んないよ。視聴者さんが何言ってるか知らねえよ。当時はボロクソリベスタからね。キモいって言われてたからね、うん、キモいってやばいよね。いや、関係ねえもん。ズルしてキモいはやばい。ズルとかだったら分かるけど。マックつきました。買っていきます。地球人ゲッチュー。あとはこれで最初だけ食べれば全然勝てるで。どこで食べるかが重要。これはいつでも最強。大好きな丼天丼。まあ公園か、さすがに。ああ、いたわ、普通に座ってるわ。あのなんですけど、この格好でじゃないですか。ここで提案したのは俺なんですけど、非常にダサいということで、あのメンバーからちょっと批判もらったりしたんですけども、これをかっこいいと思える、渋いと思える感性こそが次世代を担う人間なのではないかな。それこそがこの残酷な世界に抗う末なの。平地を避けねえ。あ、余裕そう。エビン隊長いいけ。兵士を戦え。早く終わりくれ。待って、こいつやぐ。うわ、翔ちゃんだな。完食だ。だからラストか。ラストか、ラストだ。じゃあ優雅にベンティ飲んで待ってるわ。じゃあな。じゃあ、ということで向かっていきましょう。すぐ着きます。こっからだんだ。俺にはまだカーゴパンツの紐を解いて領域展開。そろそろ学生が来て、何あの人たち気持ち悪い。いや、結局一番恥ずかしいのって電車の中だった。学生いた？いや、まあ、まあまあ人はいたけど、俺のサイドだけ誰も座ってこなかった。相手は隣にあの理科大の美人3人が座ってくれた。ウェヘウェしてた。そのペースで食ってこないよ。一本一本で。やばい、腹が痛くなってきた。さあ、ということで僕は一冊奥義モスバーガーという技を使えるということになっていますので。そうでしょう、期待されてるってことでしょ。買ってきたのはモスバーガーセットでございます。わかんま、ポチョポチョとうまい。なんだな、当時のあの何にも悪びれる感じのないの、あの空気出したいんだけど。全然全然や。うん、いいぞ。こんにちは。ということで買ってきました、ダークモカチップフラペチーノのベンティーです。フラペのベンティーなんて頼まないからね普段。いただきます。
ちなみに今さっき颯がねスタバに入っていったんで、もしかしたら颯が2着かもしれない。絶対モース行ったわ。やばい、せめて誰か来る前にねこの半分は飲み切っておきたい。いやこれ危なにやられたら負けだ。うわ、俺タクに勝ちて、はい、終わり。よし終わったぞ。残念だが俺は行くよ。あばよ。なんなん。さて食べ終わったものいいの。お腹タプタプだから走れないもん。とりあえずスタバを買おう。くっそ、そういうことです。待って嘘やん。きついけど成長してる俺はいける。前の俺ならここでとなっていた気がする。だが俺はまだ口が動ける、手が動ける、顎が喋れる、ゴリラになって獣の巨人。やっやっ、あ、懐かしい。このあの体が拒絶するタイプ。あの待って、あのげ、あのうわ終わり。行こう。ごちそうさまでした、ビッグマック。腹はもう 9.5 割ぐらいです。ですが、多分タックンよりビッグマックを食べきる時間は早い。スターバックスも着きますね。イバンテは俺だー。まさか。意外と言っていない。やっただろ。なんだよ、やっただろ。そいつはどこかな。ハヤテがスタバ入っていくときにな、こっちから歩いてきたのを俺は後ろでこうやって見てたんで。それが事実かどうかが分かるのはこれ動画が出たときだよ。いただきます、ベンティ。あー、さっきは暑かったのね、寒いよ。そうなんだよ。エビ君、バイバーイ。しんどいって、これは。なんかブツブツ言ったやつ。なんかブツブツ言ってるわ。おかしいだ。おい、どんだけかけてんの。どやったな。なんだ、早く座れ。やったよな、これ。お前マジでお前ら無理だろ、こんな飲み物。いただきます。うぅ、マジ選手ね。飲めないとはいえ、めちゃくちゃ企画としてちょうどいいよね。ダークモカチップグラスなんて、このエビさん、このみんな平等に。これラスボス感エグいぜ。あー、シュー、ケッ。あ、こいつやばい。全然ない。あー、詰めた。ハヤタ早くね。お前前にいるの全然気づかなかった。やった、あいつワンチャンやってるから。まあ自慢だな。本当にやばい。あのみんなこのツアーと知らないでしょ。5年も笑ってね、見てるだけでダメだよ。一回は挑戦しないと。うわぁ、うわぁ、もう重いわ。うわぁ、冷たい。もうやめましょうよ。待って、マジ俺1位決まったら俺の1回コビ出てきちゃうからさ。よし、じゃあまたこのフェーズはまずいって。おおおおおおお。ああ、おぉ、開局ゲーイ。やばいやばいやばい、もうこれやばい。 E が確定しました。もうやめましょう。 1位が決まっているのに。これから食べる僕ら3人はバカみたいだな。でんか1回でいけないね、もう。え、ハイテに負けたら結構屈辱かも。なんだこれ。お前このブランクで俺負けたら逆に俺のメンツ丸詰めじゃろ。あ、やばい。え、嘘。あの出る狭間。え、お前が出したら俺出ちゃうよ。何があれかってね、今100の状態なのに鼻の中にいるビッグマックが膨張して1、2って上がってきてる。もうお終了だ。ご苦労様でした。2着やな。またハエテに負けた。出ないから出しちゃうぞ、タケ。え、俺無理なんだから。こっからもう進めね。出ちゃう。ちなみにこの終わった組はまだこっちでしたね。終わった組が行っていいんだよ。つまでないってことはそのフェーズ入ってる。あ、うざいうざい。うざいうざい。一回よ、なんて美しいんだ。まったく。サボました。サボました。ステーションアイドルアイドルのため。くそ、この予定ではなかった。ちょっと待って、これは食べきる飲みきる予想します。ちょっと思い出せない。待って、まさかのれ入籍したら。おお、やはり運動することが必要だったのか。ダンスよく。でも見よった。すでにスマート素敵な。そう。はーい。3位決まりました。3位着はタク。え、待って、モデル。トイレはいいんでしょ。え、トイレは行っていい。もちろん。出てしまった場合はどう。ちょ、中津街だから。ちょっと仕事した後にまあ180度回転するじゃないですか。様式があるじゃないですか。目の前に空いてる様式がある。
とかの記憶はないです。気づいたら電気の中が待ってる。判決を言い渡す海老原和樹違うはい、ということで海老原和樹脱落。はい、ということで順位は以下の通りです。じゃじゃん、まあ、復活を期して初代トライアスロン、まあ、僕が1位になっちゃいましたね。ありがとうございます。結局こうなってしまう。チャンピオンベルトは大してもらった。まあ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 、いやね、よく言うな。でもボスダボロッシャイ、タクは3位だな。まあ3位ですけども、僕はね納得いってません。このねルール、ちょっと僕に振りすぎませんか。初代俺と張り合ったやつがそんなこと言っていいの。確かにな、自分が不利になったらルールがダメっていうタイプか。そうやな、鼻毛出てる。今のとりあえずこっち取らよう、次はルーレット入って勝負してやるよ。ということでお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。高評価コメントよろしくお願いします。はい、拡散もお願いします。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。風を切って走る